はい、どうもエルザレトです。それでは経電総合ハイラリやっていきましょう。今ちょうど開けたところでしたね。さあ、兵士が結構多めな、なかなか新しい敵が合うと難しいね。開かないか。あと一つね、あるはずなんだけどね。開いたね。正面から行くか悩むよね、こういう時ね。かか、開けたし左から行こう。うん、これを これ後になるのかな。反対側はいけないもんね。うん、ちょっとこれ今のはちょっと後で見よう。さあ、じゃあ正面からいきます。キャラクター切り替えスイッチ。でも2人だけなんだね。ゼルダはダメと。はあ、なるほどね。じゃあ先にリンクで行こうかな。ゼルダかどっちみち。レイピア。あー、ってことはリンクはやっぱあと一つ何かあるんだね、武器がね。さっきこっちだな。おう、オクターブが王国のためだと、城を占拠し王様を眠られてしまいました。何する気なんでしょう。そうだね、炎が出て火遊び、やけどしないでくださいね。はいはい。ちょっと待った。おかい。トゥン、トゥン、トゥン。あれ？あれ？違うこと？あー、飛ばしてか。あ、違う。違うね。じゃあね。いつもの曲だね。お、お、わしは眠っておったか。ハイラル王国が崩壊する。
悪も見ておった。おお、我が娘ゼルダ無事じゃったな。メテオライダー何がどうなったんじゃ。ふむふむ、なんとこれは王国の危機じゃと。城の貯蔵室の試練を乗り越えて王家が何代も渡って受け継いできた剣を手にするのじゃ。今こそお前を引き継ぐ時じゃ。オクターバの野望を止めてくれ。やったこれさ、もしかして。いけないか、さすがに。攻撃ってなるとあとこうか。なるほど、それでいいのか。でも結局どうしたものか。斜めちょっと。なるほど。あれ？でも？
お、これでいいのか。ロイヤルレイピア。ゼルダ用だね。ロイヤルレイピア手に入れたと。正面の敵に2ダメージ、当たる敵が2マス先いる場合は3ダメージと。何世代も経って削られてきたハイラル王国の歴史に名を刻む武器と。はあ。で？で？どうやって？こうか。やっぱ出れないよね。そう。地道にだよね。あと一回、あと一回。落ちたあ、こういう時はリンクだね。ロングソードよりこっち。あいつがね、結構投げる感じだからね。
氷漬け。鍵は大量に手に入り始めたね。電撃の巻物と。なんか変なのいるよ。4体か。いやー、最後の最後でだいぶ敵の数が多い。いやー難しい。マジかー。サイレントとかあんの？ない感じか。お、ボスの部屋の鍵。早かったな。こんな感じでいいのかな。もう早いね。さあ、弓あるね。どうしよっかな。これかな。あ、ダッシュか。
んかあるのかなアイテム。やっぱ書類が入ってんだね。おお、上に上がるか。ガドンに立ち向かうため用意した四重奏だったが、予想外の展開になったな。楽器の力、すでに私に返してもらう。すべて私んか。おお、お前こそ私が待ち望んだ演奏者なのか。お前の演奏見せてみろ。オクターボ。ライフなしっていうのがね、またね。いやー、サイレントは。まあ、リズムだから。おお、いい感じにいったね。ライネルきつかったな。あの穴は一体、なんてことだ。愚か者め、黄金の竜となしでどうやってガノンを倒すんだ。残された希望はたった一つ。お、敵が希望を語るか。まあでもなんか、こっちの味方っぽい感じもするけどね、あの話し方とかね。また穴のケイデンスの世界につながってるか、それとも確かめる方法は一つしかないわと。行くしかないと。時間がだいぶ進んだね。あら、え、これがあったとしてどう。あら、ようこそ選ばれし者、待ちかねましたよ。ここはどこですって。正確に聞くことは、ここはいつですね。そなたならハイラルの未来、そなたから見たらか。このハイラルは今ガノンドロフが支配者だ。ほう、これで黄金の竜と修理し、自分の流れとともにその影響で、その力によってガノンドロフは邪悪な獣の姿となりました。彼は邪悪なメロディーにとらわれてハイラルを支配する獣となっています。話しかけただけ。その後の目は後ろの印で、ね、ガノンドロフと戦うことですと。今回だけは特別無料で予言しました。薬の賞味期限、気なししなくていいです。超親切。この間作ったばかりですよ。この間いつなんだろうね。赤は回復だろうね。さあ、行きますか。ここでキャラを変えれるってことね。あ、なるほど。さらにか。
これか。痛いねー。まあハメに合うともうやっぱダメだね、どのゲームね。すいマジかー。ハイリアフレイル、移動しながら広範囲に敵、吹っ飛ばす2ダメージ。L字だよね、ただね。まあでも基本レア系はあんな風に入ってるんだったらってところだね。まあ、次行きますか。なんか一気にゼルダ感がなくなった気もするが、あー、しかも一回入ったらもうダメか。しくったなー今の入り方。あー、なんかローグライク系っぽい感じになってきたね。ほい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 。Thank you.
インパの投げだ。おー、結構いいものが手に入り始めたね。インパの投げだったは1ダメージ毒効果。うん、こっちもどっちだな。無理だ。いやー難しい。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。いやー難しかったね。まあまあ多分今から結構本格的なダンジョン系になるんじゃないかなと思います。今回はここまで。それじゃあチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それじゃあまたな。